ボールは小塚前を向く、サボス、ラモス、ラモス打てるか、ラモス決めた、決めた、ね、レオナルド・ラモス移籍後5得点目、2対1、ホームのレノファ山口。どっちに出す、レオナルド・ラモスゴール前にいます、どうだ、ラモスのヘディング、さあ岸田抜いた、抜いた、抜いた、ラモスが待っている、頭で、そうだ、よし、もう一度、ほとんど残り時間がない、引き分けに終わってしまうのか、スキップできたか、強引に、ここはラモス、まだ失わない、ラモス、そして加藤だ、加藤の逃げ足、ラモス追いかけます、岸田、小野瀬右サイド走る、中にラモスがいる、ボールをしっかり回してる時も取られ方を気に、はい、気をつけることとか、はい、基本的なそういうことをしっかりやっていって、はい、まあ、あとは相手のミスをついて中へ、前が大きく、これがラモスへ、岸田、187センチ、
岸田にイエローカードという連絡ですね。あ、先ほどの、まあ、あの使えばいいのかということを大学で知る選手もいるわけですね。そうですね、先ほど銭湯が言ってたように、あの結果を出さないとダメなんで、はい、そのためにどうやったら自分が活躍できるかという、そういう考える力が必要ですね。さあ小塚からパスが出た、またラモスだ、ラモスからのパス、星のシュート。最終ラインのコントロールだけじゃなくて、自分の1個前ボランチとかもね、ええ、最終ラインの選手をうまく使うことが必要になってくるので、その辺声かけながらもう一回、あ、もう一度ねポジション取りだったり、ええ、そういうことをね修正することと、この動き、まあ、一つサイドでね起点作ってやろうとしましたけど、山口もいいディフェンスしましたね。はい、山口、これは星が松本、クロスを上げる、なんとか上げさせません。うまいな。そしてラモスが行くか、フォローは来ているか、ラモスここはためを作ります。小塚、いや、うまい、割としたボール、岸田含めてなかなかこうボールを相手に渡さない部分がありますから、はい、ここもすぐ守備への切り替えができましたが、ここはレオナルド・ラモスうまく起こしてドリブルに入ります。ためを作って逆サイド上がってくる、ここは佐藤に一旦経由してから逆サイドの前まで。